はい、こんにちは。ブルーホースのレイディオの時間です。いや、なんかすいません。前回ちょっとすごい中途半端な感じになってしまったんですけど、ちょっとね、急遽撮影をすることが難しい環境になってしまったので、まぁ、ちょっとその辺のね、謝罪を済ませつつ、じゃあ続きやっていきましょう。カルロス、ジルよ。はい、ジルということで、ね、電源復旧させたところからなんですね。まあ、前回ムシムシパニックっていうね、ワニワニパニックっていうのが恐ろしく気持ち悪くて、そして数が多くて誰を叩いたらいいのやらっていう。これちなみにやったことないっていうか、どのビルかわからない。やんないんだけどさ、戻ったらムシムシパニックたちいるのかな。誰が相棒よ。そして死体が消えてるんだよね。どういうことっていう話なんでね、これ、戻って大丈夫。一応、鉄壁のコイン2枚と体術。なんとかなるか。なんとかなるだろうと思ってるんだけど、まあ、何が起こるかっていうのはもうね、やったことある方はご存知の通りっていうところでね、わーってなるんだけど、なんとかなったかな。なんとかなったけど、なんとかなったけど、あ、いた。これダメだよ、ね、これダメ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 。なるほどね。で、これを急いでいかないと、やつが復活して、おぉ、こんなとこにいたっけ、こいつら。やばい。こんなのに時間かまってらんない。もうここには来ないから、もう二度と関わらないでゴンス。おぉ、びっくりした。そうか。今やってるの、ナイトメアだったね、例えば。インフェルノまだ行かないけど、ナイトメアなんかいるー。はい。OK。ここ来ないよね。OK。よしよかった、危ねえ。カルロス、やつがまだ生きてた。すげえ、マウスを動かしてる机がベタベタするんだけど。なんでそんな。運行システムを起動してから行く。はい。で、これ戻ってったら、またやつがいたり しないでゴンス。まさかの回復アイテムを使う派手になる、ハメになると思ってなかったから。こいつはいらない。キーピックはわかんないけど、とりあえず、どうしよっかな。あれ、回復アイテムが意外とない。このくらいしかないのか。どうしよっか。なんかまあ、いっか、これでいくか。で、多分、やつが降ってくるんじゃなかろうもって思ってるんだけど、気のせい。まだいるね。なんかバイオ RE2 の時と違ってす。あ、待って。お前が来るとは聞いてない。あれ。お前に噛まれるのも聞いてない。出て。待って、言葉にならない。おじ、なんで、怖い、ジャパニーズピーポー。とりあえず、お前寝て、ってくわ、じゃあ、じゃあ、ディエッいてて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 、これは聞いてない。ちょっと、後ろで、暴れポンチがいる。おぉ、ちょっと、なんで発動しないの。こいつになんでこんな噛まれポンチ。死ねよ。あ、思わず出ちゃった。あっぶねえ。あっぶねえってか、もう回復アイテムがねえ。やべえ。どうしよう。油断沈没雨あられだ。これ行ったら中でまた、いるとかないよね。大丈夫だよね。いる？めっちゃいるわ。ちょっと待ってね。これでも油断してたらまた奴らが、来る。大丈夫？これ生きてられたら困るんだけど。すげえなんか操作しにくいな。RE2 を最近やってたんだけど、それでもなんちゃらかんちゃらシャロンスポン。モビル、もしかして。ここに、あ、なんだ？あ、手榴弾。でもこいつ、あれじゃん。蘇ってくるタイプのやつじゃん。
なんかもういきなりのワニワニパニックだわ、ほんと。ここアイテム残してたわ、よかった。強化火薬は別にいらない。ここのショットガンを取っても意味がないから無視。うぃー、緊張する。カルロス、指令室に着いた。次は何？あれ、キープロス持ってきた。ブコルートを入力してくれ。オッケー、ちょっと待って。あ、でもこれショットガンだったっけ？ちょっと待ったっけーって、なんか違うんだよね。そうじゃないんだよね。あ、だよね。だよね。ちなみに、あ、これあれなんだ。こうか。こうか。そうか、そうか。一息ついてご飯が。そんなことよりも。で、RE、PA、PA。あれ？設定できるか？PA じゃないのか、私はスーパーコップ。PA だよね。SAF、あ、FA か。はい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 、はい。ちょっと。FA、RS。これは RA になるのか。で、SC。うわ、思い出したくないかもだな。SC じゃねえな。SM？ ん？ SA になるのか、これは。はい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 。なるほどね。で、2-3、エンター。オッケー！ルートの設定が完了しました。私は運行ルートを設定した。いいぞ、ジル。素晴らしい。不当不屈だな。急いで駅に戻って帰る。出発の準備をしておけ。植え付けパニックが始まってっかな。どうしよっかな。でもその前に、ちょっと待って。あ、そっか、回復アイテム1個取った。これ多分よみがえる。あれ？え？死体が全部いなくなってる。何？こいつ、そして硬すぎないこれ。本当。で、これ多分帰るとき出てくるんじゃなかったっけ？ふっ。ここまで行って出てこないってことは、これ来ないな。来ないけど、いるね。イールだっすね。ほらら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 。もうチキンプレイ、チキンプレイ。チキンプレイ万歳。おぉ、ちょ、びっくりした。ほんともう、チキンプレイ大好き。鶏の胸肉。美味しいんだよね。調理次第では美味しいんだよね。爆発するんだよね。奥のやつ生きてるし。ちょっと待って。後ろからはいない。後ろもいる。安心安全運行でお勤めいたします。急ブレーキ、急発進などにはご注意くださいませ。これまだ他にも いないないパニックだよね。てか、ここら辺にいた死体がなんでなくなってんの。どういうことこれ中行ったらすげえ溶けてる。前に大丈夫じゃないかもしれないけど。ああ、びっくりした。もうこいつがゾンビに見えた。もう緊張したわ。行くか。うわ、植え付けパニック。自分の一部を犠牲させてる。そうなんです。なんであんたそんなに冷静なの。違う、ほら避けてるし。あ、ちょ、痛い。なんで？痛い。おわ、図に乗るな。おー、ちょっと引っ張られてる。やばい。エロ。おちょ、おー、なんで？あ、助けてくれた。ありがとう。助けてくれてないよね。ちょっと待って。あ、死んだ？死んでない？あれ？ちょっと待って。なんで投げないの？どういうパニック？どういうパニック？オッケー。これ、もうダメ出す。やばい出す。もうこれ以上、1もダメージ食らえないよ。そんな時に、なんか、落ちてきた！落ちてきた！めっちゃ落ちてくるやん！オッケー。めっちゃ落ちてくる。そしてこいつに気づかれたくない。Bye!
て、あのさ、あの手榴弾を全然投げてくれないというすごい厳しいオチが待ってた。うわー、これあれだね、ヘタヘタパニックだな。うわー、こっからかよ。おかえり救急スプレーやっていこう。なんかうまいことあのいかないんだよね。うまいこといかないっていうのはその捜査官もそうだし、あとね、もう一個、あの、もう一個ね、なんかね、あ、つけ、べっちょぶちだった。つけ、べっちょぶちだった。まあ、それは単なる言い訳なんだけど、あのね、なんか、うまいこと手榴弾を投げてくれないんだよね。これどういうことなんだろうな。こっち行ったら、奴らが、おぉ、やっぱ降ってきた。え？あれ？ちょっと待って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